口から。何がいた？ベストがいました。惜しいな、見えなかったな今。はい、どうも、館です。今日はですね、天城山にある、八丁池っていう池があるんですけども、そこの空撮の許可がおりましたんで、これから撮りに行こうということで、今集合場所へ向かってます。日にちをね、死亡例出ればいいんですけど、何日から何日までっていう形で申請出しまして、今日は本当はね、予定日じゃなかったんですけど、天気が回復したのとね、あと風がないのが一番なんで、急遽ちょっと行ける仲間で一回下見がてら行ってこようということになりました。で、バイク使いたかったんですけど、どうしても車両の方をね、申請出すのに台数を絞らなきゃならないっていうんで、今日はお仲間の助手席で行くことになってますんで、今そこまで軽トラックで向かってます。だ途中このまま下道になっちゃうかね、途中じゃあ天城寺に入ってからまた、ご案内したいと思いますんで、一旦ここで終わります。では後ほど。はい、続けんさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。変則元ブログになってます。この場ってねちょっとね、車両の台数制限があるからね、マイクの数を減らしました。はい。じゃあちょっと塩田さんによってドリンクを補充します。はい。お、来た来た。なんか電源が切れてる。うん、大丈夫。はい、うん、OK。先行ってるよ。はい、見えるかな。はい、はい、手を振って手を振って。見えるかな、映るかな。映らない。映るか。後のお楽しみ。あ、入り口って手前から入っていけばいいですか。どっちから入る？真ん中の方がいい。二階滝のさ、バスのぐるっと、ま、回転分かる。あ、はい、うん、はい、あそこから入る。あ、わかりました。うん、はい、お願いします。はい、丸太石材車でこいつが声援をしてくれたもんで。よし、これで合流ですね。はいはい。ウェアが目立つな。すごいな、ピーマンみたいだぞ。ピーマン最高ですね。膨らみ具合がいい。あれ、縦縞少しなんか強調するとどんピーマンに見えるな。いいね。これ紅葉ってまだですよね。紅葉はね、はい、まだなんだけどね、はい、上の方は終わってるらしいよ。あ、なるほど。今年はでもなんか変だもん、紅葉が。まあ、冷たくなってないから、先に葉っぱ落ちちゃってるパターン、ね。そう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 。紅葉する前に枯れたみたいな形になってるよ。今年はね。旧街道の方がどんなかね、こっちはこんなだけど、あの天城寺の方がどうなってるかさ、ね、去年は12月ぐらいに見に行ってるから。その時はまあまあ見えたんだけどね、うん、今年はともかく異常気象だよ。そうですよね、暑かったからね。暑かったもん、いかにしても、ね、焼けてるより枯れてるだよ、これだって。焦げてんもん、色が。本当ですよね、なんか元気がないから。ない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 、ね、うん、色合いがないですね。ああ、今年終わったかみたいな感じで。バイク曲がれるな。この車一発いける？いけます。いけといた。いけといたけど。9度。9度。9度。落ち葉気をつけてよ。はい。うん。あとウインカー出しっぱなし。ああ。これができるんだよな、インターボラな。こ
腕がいいんで、あ、滑るなこの道だと、うん、怖いな、怖い、バイクは怖いなこれ。せめてここぐらいは紅葉してもらいたいんだけど、うん、でもこの辺までこれからかな、まあこの中ね、うん、こんな感じまだまだっぽいですね、まだまだっぽいな、うん、見れるやつは見れるぞ、うん、あ、上から来た車がちょうど、本当だ、あ、ラッキー、これはラッキーパターンですか、お、ラッキーパターンだこれは上げてもらえるぞ、よし、うん、これはラッキーパターンだぞちょうどよかった、うん、まあ許可はもらってあるからね、いいんだけど、ちょうどいいや、職員さんと入れ違いだ残念、これは上まで行ってんですよね、俺もそう、大丈夫、はい、うん、誰が山下くん、あのメガネかけてる、両方メガネしてるよ、うん、あ、ごめんなさい、入りますないな、え、ない、紅葉なし、紅葉なしいつだったの、あ、ごめんなさい、ありがとうございます、7日まで、そう、もっと前感あるよすいません、おう、どうだ石で行ってこう、うん、すげえ、入って、いやー、すげえなー、あ、すごいですね、こんなだっけ、こんなじゃなかったよな、もっと汚かったよな、汚かったような気がするね、うん、うわ、明るく、いや、すげえな、こっちはちょっと貴重だもんね、許可なきゃ入れないから、そうですね、ここは許可なきゃ入れないから、あ、落ち葉すげえな、気をつけてよ、はい、大丈夫まあ、ここバス走るから大したもんだよね、だけどね、そうですね、そうですよね、ここバス走るんだもん、バス走る、どこを直したんだ、どこか直したりしましたよ、あ、そう、一応、うん、サイトどこか直したからこんなに走ったっけ、なんかたちまち上の駐車場に着いた気がしたんだけど、いや、結構走りますよね、あ、そう、うん、何見た？リスナーいました。惜しいな、見えなかったな今。俺全然撮れてないよ。だって影も形も見えなかったカーブで。これでもちょっと綺麗になってきましたね。うん、あ、本当だ。綺麗綺麗綺麗。うわ、すげえ落ち葉。落ち葉すげえ。これモンキーじゃしんどかったなぁここは長いんですよ、かなり、そうだね、そう、ここだから一番走りたくない、ここの許可はもらえばね、だいぶ楽だもんね、あ、モミジもまだまだですね、これからだね、これからですね、うん、まだ、これからだけど、これからのいい時期がどれぐらいあるのかな、すぐに終わっちゃうような気がするな、落ちちゃいそう、だってこれだけ葉っぱがもうあるってことは相当落ちてんからね、そうですよね、うん、しかもここは普通の人は見に来れないからね、あ、そっか、うん、バスに歩くかバスに乗るしかない、うん、うん、いや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 、おお、上がってきた上がってきた、竹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 、あれ、雲が増えたな、うん、増えましたね、いや、山の天気はやっぱりだ分かんねえな、午前中全然良かった、全然良かったからな、これで明日まではいいはずなんだけどさ、ね、風が止むとこまで読んだんだけどね、あ、朝習い強かったから、海波どうでした、海波ぼちぼち、あ、ぼちぼち、今夜釣り行こうかなと思ったけど、あ、大丈夫だよ、大丈夫ですか、うん、うん、明日までは大丈夫、明後日から怪しくなってくるけど、うん、あ、イカ釣り、あ、俺神経締めの道具支度しちゃって忘れた、 あ、そうだそうだそうだ、言うの忘れてた、ありがとうございます、あのプチュってやるやつですね、そう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 、うわ、すげえ、わあ、きれい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 、ここはすごいね、ポスターになるね、なります、なります、
ですね。帰り撮ってみようか、ここ止めて。あ、姫シャラの群生がある。あ、沢の近くだったから、そんなもあったかな。バッテリーの、あ、今日プロペラガードまた持ってきてね、俺。上げてみなきゃ分かんない。そう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 。でもここはいいね。あ、これはいい、ね、これは絵になるね、ここは。ここはすごいね。電車じゃなくてバスじゃなきゃ見えないんだよな。タクシー入るだけか。タクシーは、一部許可今されてんのかな。ポンと乗ってあそこ連れてってってわけにいかないんだよね、うん、やっぱね。無理。あ、バスは多分八丁池口までは定期便が出るから。うん、うん、で前はほら修善寺からしか出なかったんだよ。あ、そうなんですか。そうそう。であそこにほらロータリーっていうか転換機ができたから、はい、転換ところができたから、だから河津発ができるようになった。ああ、なるほど、うん。距離を歩いてるなんて死んじゃうよ。遠足の時歩いたけどな。この距離を。ずいぶん変わるね、だけやっぱここまで来ると。そうですね、雰囲気が、木の雰囲気が全然違う。全然、ああ、姫シャラだ。あれ、サルスベリっていうの？姫シャラのこと。どっち？俺わかんねえ。あれずっと俺ツルツルしてるの、うん、あのサルスベリってさ、最近姫シャラ、姫シャラ、どっちがサルスベリで、どっちが姫シャラだったらだろうさ。2種類もあるんですか？いや、わかんない、わかんない、わかんない。確かに、サルスベリって言われりゃ、どれかわかる気がする。ツルツルで、うん、あるじゃね。で、うん、で、あれサルスベリーと思うと姫シャラって看板ついたりするからさ。へえ。あ、ついた。ついた。さあ、つきました。ついた。さあ、ついた。一旦ここでじゃあちょっと止めて作戦会議だ。はい。よいしょ。かな。寒くない？寒い寒い寒い。八丁池口。あ、結構来たな。来てる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 。もう。あ、こうか、こっちか。そうですね。ああ、結構来てんな、本当に。うわあ、気温が違う。ああ、俺もイージス来てくれよかった。すごいでしょ、だから。ここはほど、ほどとか、あれですか、山の中を。そう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 。今だから、これで来たわけだよな、こっちで。